今日はですね、半音の動き、クロマジックとかっても言いますね。簡単なものから、定番のものから、ちょっと難解なものまで。この3つはですね、有名曲で使われているフレーズです。バトマンです。僕は国内外様々なアーティストの皆さんとですね、ご一緒させてもらったり、駆け込みギタラボというですね、ギタリスト専用のオンラインサロンなんかも運営しております。概要欄の方からチェックしてみてください。さあ、今日はですね、半音の動き、半音進行をね、やっていきたいなと思います。クロマチックとかっても言いますね。はい、難しいことは抜きにして、単純に半音、ね、1フレット分動く。ね、こういうフレーズ、しかも簡単なものから定番のものからちょっと難解なものまで今日はやっていきたいと思います。半音で動くってすごくよくやるんですけども、クロマチックだけに特化したですねフレーズっていうのはなかなか知らない方も多いと思いますんで、今日はちょっとご紹介したいなと思います。一緒に練習しましょう。さあ、一つ目のクロマチックの練習方法です。まずはですね、この4弦の5フレット、その音からですね、どんどん半音ずつ上がっていくと。こういう風に練習したって練習にならないじゃないですか。これをですね、4弦から3弦、2弦、1弦という風に縦に動くにはどうしたらいいか。これをやっていきたいと思います。まずはですね、4弦の5フレットから、4本指を全部使ってですね、4フレット弾きますよね。次は3弦に行きたいんですけど、この音を弾くには、3弦の4フレットから、ね。この音を弾くには、2弦の4フレットから。そしてこの音を弾くには、1弦の3フレットから。という形になります。なので、がスタート地点になりますね。実際やってみましょう。という形になります。これをまた1弦から戻っていきましょう。という形になります。それではリズムに合わせて練習しましょう。ですね、練習をしたいと思います。よくコードバッキングとかでもですね、コードって半音で動けるじゃないですか。ファンクなんかまさにそうですね。ね、あとはエンディングなんかにですね、でね、半音下から上がってくるなんていうのはよくありますよね。コードが上がれるんですから、もちろん単音も上がれるんですよ。コードの音をね、半音下から上がってくると。ね、今メジャーでやりますね、このね。これってとっさにフレーズとして出てこないので、しっかりと練習しておきましょう。それではタブ本を見ながら一緒に練習しましょう。メジャーとマイナーが交互に出てきます。いきます。メジャーから。マイナー。メジャー、
それではですね、3番目はとっても難しいクロマチックの練習です。どういう風にクロマチックになっているかというと、キーは C なんですけども、ドからこれでちょうど1オクターブなんですが、このクロマチックの音を散りばめました。タブ譜を見ながら音名を聞いてみてください。まずはド、ドのシャープ、レ、レのシャープ、ミ、ファ、ファのシャープ、ソ、ソのシャープ、ラ、ラのシャープ、シ。こんな風にですね、散りばめました。はい、これをですね繰り返し弾いていくと。それでは一緒にゆっくりやっていきましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。というわけでですね、クロマチックフィンガートレーニング3つご紹介してみました。皆さんどうでしょうかね、やれそうですかね。こんなフレーズどこに使うんだよって思われそうですけど、この3つはですね有名曲で使われているフレーズです。はい、というわけでですね、安心して使ってください。世界中のギタリストが使っているフレーズなんでですね、全然意味がないものではないです。はい、ぜひトライしてみてくださいね。というわけで今日のレッスンいかがだったでしょうか。気に入っていただきましたらチャンネル登録、コメント、高評価ぜひよろしくお願いします。それでは。動画ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。